小田原北条氏のその後、子孫は大名として生き残っていた。戦後には参議院議員にも。皆さん、こんにちは。歴ショックです。今回は、関東に5代100年にわたって君臨した戦国大名、北条家は、江戸時代以降どうなったのかについてご紹介します。北条早雲以来、関東にて勢力を伸ばしてきた北条家。武田信玄や上杉謙信の侵攻も防ぎきりましたが、豊臣秀吉の小田原征伐の前には抗う術がなく、降伏し滅亡してしまいました。四代当主の北条氏政、その弟の氏輝は切腹となりますが、五代当主である北条氏直をはじめ、一族の多くは除名されており、各地で続いていたのです。今回は、滅亡後の北条家は、その後どうなったのか詳しく紹介します。十万石の大名に復帰目前だった。最後の当主、北条氏直。豊臣秀吉による小田原征伐当時の当主であった北条氏直は、切腹となった父、北条氏政とは対照的に除名され、高野山に送られることとなりました。これには、穏健派として、秀吉との和平交渉を行っていたこと、そして徳川家康の娘婿であったことなどが理由に挙げられます。一門である、北条氏則、太田氏房らを伴って高野山に登った氏直は、その翌年から、早速斜面活動を開始します。氏直の斜面活動を取り成したのは、義理の父にあたる徳川家康でした。こうした活動の甲斐あって、高野山に登った約半年後には斜面されており、その3ヶ月後には、大阪で旧織田信雄邸を与えられています。織田信雄は、元尾張伊勢百万石の大名で、小田原征伐後の天保を拒否して改易となっていました。そんな国主国の大名の屋敷を与えられていることからも、秀吉は氏直を正式に大名として復帰させる意図があったものと考えられます。小田原征伐から1年後の1591年8月には、正式に秀吉と対面し、1万石の領地を与えられ、大名として復活しました。秀吉は、この時、現在の鳥取県にあたる伯耆の国を氏直に与え、国持ち大名に復帰させる予定であったといいます。しかし、謹慎中の借金の整理を行っている最中、大名復帰の3ヶ月後に、氏直は突如として病死してしまいました。氏直の死後は、叔父である、北条氏則の息子の北条氏盛が、医療のうち四千石を相続しますが、氏直の死により、北条家の国持ち大名復帰の話は、立ち消えとなってしまいました。氏直には、娘が二人いましたが、子は残されず、北条家の直系は、氏直の死によって断絶することとなりました。河内狭山藩主として続いた江戸時代。北条氏直の死後、後を継いだ北条氏盛は、氏盛の父である、北条氏則の領地も相続し、計1万1000石で、河内狭山の領主となりました。河内狭山は、現在の大阪府南部にあたります。氏盛は、関ヶ原の戦いにも、東軍として従軍し、本領を安堵され、ここに、北条家の河内狭山藩が成立しました。氏盛は、養父の氏直と同じく、30代の若さで亡くなり、後を継いだこの氏信は、狭山藩の成長となる、狭山陣屋の建築に着手しますが、25歳の若さで亡くなりました。後を継いだこの氏宗も病弱で、子も娘しかいなかったため、いとこの北条氏春を養子としました。しかし、氏宗は、病弱な上に大酒飲みであったため、重病に倒れ、将軍にお目見えすることがなく、無位無冠の状態であり、老中の稲葉正則が相続に反対したため、氏春には、新たに藩を与えるという形での相続となっています。氏春は、相模の国の早雲寺に、北条早雲以来、北条氏五代の供養塔を建立するなど、北条氏の供養に努め、その後は、弟の北条氏朝が継いでいます。北条氏朝は、北条氏則の再来と呼ばれるほど聡明で、幕府にも実力を評価され、京都火消し役、伏見奉行、奏者番など幕府の要職を次々と務めました。武芸にも達者で、伊藤一等斎から、一刀流の免許改伝を許されていたというエピソードもあります。しかし、幕府政治への積極的な参加は、
出費の増加につながり、藩財政は悪化。この氏貞、氏義の代には、小田原以来の急進と改革派が対立し、保守的な小田原衆が改革派を弾圧する狭山騒動が起こってしまいました。後を継いだ北条氏明は、こうした藩内の混乱に加え、頻発していた百姓一揆、打ち壊しに対応するために、軍資金を積み立てるなどの対策を行いますが、改革は成功せず、さらに、狭山陣屋の消失、天明の大飢饉によって、藩財政は悪化の一途をたどることとなります。幕末の動乱に巻き込まれる。江戸時代後期の北条家。1785年に、北条氏明の子である、北条氏高が藩主となりますが、この頃から北条家は、京都、大阪に地理的に近いこともあり、動乱に巻き込まれることとなります。1810年には、この頃相次いでいた外国船の来航に備えるために、大阪湾岸の警備に駆り出され、さらに大阪河番にも任じられました。1837年には、大塩平八郎の乱が起き、北条家は、大阪城の警備を務めることとなりました。これらの負担は小藩である狭山藩には、とても重く、倹約はもとより、祝賀行事の制限、藩札の発行、藩士からの上げ米の強化など、財政再建のために、あらゆる手段を尽くします。しかし、今度は、上げ米によって負担の重くなった藩士たちの反発に遭い、氏高は、大垣藩とだけから、北条氏久を婿養子に迎え、隠居することとなってしまいます。氏久の代には、外国船の来航も相次いでいたことから、狭山藩は、農民を兵士に徴兵し、軍事力強化を図りますが、軍備拡大によって、財政はいよいよ逼迫することとなりました。縁戚から養子に入った北条氏義の代に、いよいよ、狭山藩は財政破綻寸前まで追い込まれます。1854年に、ロシアのプチャーチンが大阪に来航した際には、大阪警備を務め、さらに駿府河番まで命じられます。これら出費に対し、狭山藩では、高野豆腐の専売化などの対応を行いますが、今度は、百姓や手工業者の反発を受け、専売化は中止するなど、改革はなかなか進みません。それでも、氏義は人材登用に活路を求め、藩校、漢文館の再興に努め、他藩の藩士の入学を認めるなど、文学を奨励しました。そんな氏義を困らせることとなるのが、天中組の変を起こした中山忠光、吉村虎太郎です。孝明天皇が、14代将軍徳川家茂に攘夷を命じたにもかかわらず、なかなか実行しないことに不満を募らせた攘夷派は、孝明天皇自らが兵を率いて、大和の春日大社に行幸し、攘夷の成功を祈願するという大和行幸の計画を進めます。これに先立って、中山忠光、吉村虎太郎ら天中組は大和の国を抑えようとし、狭山藩にも加勢を求めてきたのです。氏義は、これに対して仮病を使い面会しなかったものの、小藩ゆえに面と向かって断ることもできず、ゲベール銃など兵器を供出し、天皇が来る際には加勢すると弁明し、この危機を乗り越えました。やがて、天中組は幕府軍によって壊滅させられ、狭山藩も討伐に加わりました。氏義の後は、下野佐野藩の堀田家から、北条氏行が養子に入ります。氏行は、大阪湾の砲台建設、幕府領での百姓一揆鎮圧などに駆り出され、大政奉還以降は、いち早く新政府に恭順し、戊辰戦争を新政府側で戦いました。こうして明治時代を迎えた狭山藩北条家でしたが、藩財政は限界を迎えており、1869年の藩籍奉還により、狭山県知事に任じられるも、財政難から藩知事を辞任、狭山藩は、廃藩置県を待たずに廃藩となってしまいました。貴族院議員、参議院議員にも、明治時代以降の北条家。藩知事を辞任した北条氏行は、明治天皇の侍従となり、明治天皇が崩御するまで、天皇のそばで仕えることとなりました。1884年には、華族令により、子爵に任じられています。氏行の後は、長男の賢吉を経て、四男の北条俊八が後を継ぎました。
東大を卒業し、帝室林野管理局技師となっていた俊八は、やがて貴族院議員に当選し、政治の世界へ進みます。議員活動を続ける傍ら、日蓮召集を信仰していたこともあり、創価学会に関わるようになり、創価学会文化部顧問にも就任します。公明党結成にも参加し、公明党が成立した後は、公明党議員として活躍し、参議院法務委員長などを務めました。俊八の後は、兄の子である隆が本庄家を継いでいます。また、甥である北条博士も参議院議員として活躍し、創価学会の理事長、会長を務めるなど活動しています。まとめ。豊臣秀吉の小田原征伐で滅亡した後も、小藩ながら、幕末まで大名として残った北条家。嫡流以外にも、直八幡の異名を取った北条綱重の子孫の北条氏勝は、譜代大名として江戸時代途中まで続くなど、他にも、旗本、大名家の家臣として残った家が多くありました。また、関東地方を支配していた北条家の家臣の多くは、江戸に入った徳川家の家臣となり、家康の関東経営、ひいては、現在の東京の発展の礎となっています。北条氏直が長生きしていれば、国持ち大名として再興されていたかもしれない北条家。大名として復活した北条氏直が、義理の父親である徳川家康に味方し、関ヶ原の戦いで大活躍、なんていう世界も考えてみると面白いですね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今回の歴史ショックはいかがだったでしょうか。これからもワクワクするような歴史の話をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録をお願いします。他にもたくさん歴史の動画を上げておりますので、よかったらこちらもご覧ください。